皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、シンプルに考えるというテーマでお届けいたします。皆さんは LINE をやっていらっしゃるでしょうか？やっている方、LINE の社長は誰だかご存知でしょうか？社長を知ってるという人はなかなかいないかもしれません。こちらにですね、一冊の本があります。シンプルに考えるという本なんですけども、こちらにですね、写っている方が LINE 株式会社の前社長ですね。今年の3月で退任されたそうなんですけども、ですね、名前がこの方ですね。森川さんですね。森川明さんという方です。それで、この LINE の前社長の森川さんが、待望の初著作ということで出したのがシンプルに考えるという本なんですが、本当に大切な 1% に 100% 集中しましょうというのが、この本のテーマになっております。それでこの本にはですね、挑発的なフレーズが、たくさん出てきます。例えば、ビジネスは戦いではない、空気を読まない、経営は管理ではない、お金中心に考えない、偉い人はいらない、そして計画はいらない、仕組みでは成功できない、ルールはいらない、差別化は狙わない、イノベーションは目指さない、モチベーションは上げない、というふうにね、いろいろと今までの経営とかマネジメントの常識と言われるものをことごとく否定しています。ただ、一方的に否定しているわけではなくって、森川さん自身が、こう経営者をやって編み出したやり方とか手法、考え方がこの一冊にですね、ぎっしりと入っています。結論から言いますと、こういうことです。お客様のニーズ、ユーザーのニーズに応えることがビジネスの本質ではないかということを森川さんは言いたいんだと思います。その本質を忘れて、例えば経営理念をちゃんと作りましょうとか、仕組みを作りましょうとかね、差別化をやりましょう、社員のモチベーションを上げましょうというね、そういったことに取り組む経営者が多いということは事実だと思います。ということで、そのユーザーとかお客様のニーズに応えることに一点集中すれば、経理念なんて別に明文化されてなくてもいいんではないかと。そういうことですね。で、仕組みなんかなくてもなんとかなるでしょう。そういうことがこの本には書かれてるんですね。で、モチベーションを上げないっていうのは、これは森川さんのね、特有の、まあ言い回しなんだと思いますが、要は、モチベーションを上げなきゃ仕事ができないなんていうのは甘えてるなってことなんですね。で、そんなことに、そういうことをやらないと仕事をしないような連中は、モチベーションがもともと高い人、能力の高い人の足を引っ張りますよということです。これも突き詰めていくと、とどのつまりは、もう採用ですよね。採用の時、いかにして人を見る目があるか。というね、人事担当者はね、非常にこれ頭の痛いことなのかもしれませんけども、そこに行き着きます。まあ、こんな話がですね、いっぱいこの本には詰まっています。私は、そうですね、2時間ぐらいかけて、もう一気に読みましたけども、なかなかですね、物事の本質、経営の本質、マネジメントの本質、そして商売のあり方の本質を取った一冊だと思いますので、ぜひ読んでみてください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もコメントよろしくお願いします。そしてこちらにですね、商いはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。